津市阿漕平次。貧しい漁師の平次が病床の母のためにヤガラという魚を取ったのは、漁が禁止されている阿漕浦でした。海に沈められた平次の悲しいお話は阿漕という能にもなっています。昔、阿漕の浜に漁師の平次がおかやんと住んどった。ある時、おかやんが病気になってな。平次、すまんな。じっきにようなるでな。と、言うたんやけど、おかやんはようなるどころか、日に日に痩せていくばっかやった。平次は心配で、どうしようもなく、うろうろ歩いとると、浜におったおじやんが、平次よ、お前んとこのおかやんの病気には、ヤガラが一番。ヤガラしかないの。せやけど、ヤガラはアコギ浦やないとおらんでな。と、教えてくれたんや。ヤガラっちゅうのは、細い体で、やら飛んでくみたいに泳ぐ魚でな。アコギ浦におって、他んとこにはめったにおらんのや。ところが、アコギ浦は、お伊勢さんに捧げる魚を取る海でな。漁師が勝手に入れん海や。この、掟を破ったら、むしろで、のり巻きみたいに巻かれて、生きたまんま、海へ沈められることになっとる。アコギのヤガラか。どうしたもんかと思い悩みながら家に帰ると、おかやんが部屋の隅にうずくまり、はっ、はっ、はっって、荒い息で苦しんどった。おかやん、おかやん。平次はおろおろするばっかり。どうすることもできんかった。その晩、平次は心を決めて、こっそり船を出した。入ってはならん阿漕浦に入って、網を打ったんや。一回、二回。暗い海から、鈍う光るヤガラが上がってきた。平次は震える手でヤガラをつかむと、うちに持って帰った。次の朝、おかやん、加減どうや、朝ごはんやで。おかやんは、ヤガラをうまそうに食べた。ヤガラのおかげか、体もようなっていくみたいやった。平次はそれがうれして、ヤガラがのうなると、また、阿漕浦に船出したんや。そんな夜のことや。何遍網を打ってもヤガラがかかってこん。今度こそ、と、網を打ったとき、何やら波の向こうに明かりが見える。闇を透かしてよう見ると、役人の船が浜から出てくるやないか。平次は何もかも捨てて、船をこいでこいで、暗闇の海を逃げ帰った。夜が明けると、役人が平次を捕まえに来た。手には平次の杉笠を持っとった。あん時慌てて逃げたもんで、笠落としてしもたんや。平次は起きて通りに、むしろに巻かれて、阿漕浦に沈められた。岡山もじっきに死んでしもた。それからさ、何日もせんうちにな、真夜中からザザーザザーっと網を打つ音がずーっと聞こえとった。昨日の晩、阿漕浦から人の泣き声聞こえてきてな、もううち寝れへんだわ。なんちゅう話が広まってな、そこらの人は、網打っとんの平次やろ。
まんだやがら探しとんのや。気の毒にな。平次の岡山がないとんのとちゃうか。と言おうた。そのうち、網打つ音やら、鳴き声を聞いたもんが、病気になってな。みんなはえらい困ったわ。ところでな、阿漕の上宮寺に、平次が何かと頼りにしていた、最新技師中坊さんがおらんした。この坊さんの夢に平次が現れて、俺、岡谷のために決まり破って、岡谷より先に死んでしもた。親より先に死ぬなんて、一番の親不孝や。その罪で、あの世にも行かれん。どうぞ、坊さんのお力で、成仏させてくだされ。お礼に、うちの仏さん、今は、柳山の知り合いのうちにあるんやけど、お寺に納めますで。不思議に思った坊さんが、柳山にあるそのうちに行ってみると、ちゃんと夢に出てきた仏さんがあったんや。坊さんは、平次の沈められた浜の石を拾って、お経の一文字ずつを写して、海へ納めると、網打つ音も、泣き声も病んで、病気の人もようならんしたと。みんなは平次のためにつかつくってな、平次の話を語り伝えたんや。それでな、今でも平次盆って言うて、8月16日にさ、上宮寺の坊さんがお参りしてな。